はい、ところてんと鼻血の話。ところてんと鼻血の話。まあ、ところてんっていう、ところてんっていう、まあ、お菓子というか水菓子というか、麺というか、夏に食べる、よく食べる透明のねお菓子があるんですけども、それをね子供の頃に、小学生ぐらいの時に食べてたんですね、真夏に。したらなんかこう、ところてんの上になんか赤いポタポタっていう感じに色がこう出て、あれと思ったら鼻血が出てるんですね。食べながら鼻血が出てると。で一旦食べるのストップして、ティッシュね、鼻に詰めてちょっと寝たりとかして、でまあ原因何かなって考えたら、やっぱり暑いのもあるんだけど、ところてんを食べてる、体だと。なんかね、鼻をほじくってたら血が、鼻血が出たとか、どっかぶつけて鼻血が出たとかね、そういうのはよくあるんですけども、何もしてないのに日常生活で、例えばお風呂に入ってのぼせて鼻血が出たとか、それも考えられるんだけど、いくら夏とはいえところてん食べてただけですからね。だからそれで鼻血が出るのおかしいだろうと思って、やっぱりところてんが原因なのかなと、思ってですね、その時子供の頃は、あ、私はところてんダメなんだなと。要するにところてんのある成分が私の軽いアレルギーみたいなね、これ反応して鼻血が出ちゃうんだと、そう捉えたわけです。まあその当時アレルギーっていう言葉がね、知ってたかどうかわからないけども、まあとにかく食べ物がね、良くないんだと、鼻血を出ちゃうんだと。もちろん死ぬようなね、そういうアレルギーじゃないから、次また出されたら食べるんですけど、でもやっぱその時は鼻血覚悟で食べなきゃダメなんだなとね。もちろんそれまでにも子供時代ね、ところてん何度も食べてますから、ところてん食べたら 100% 鼻血が出るってわけじゃないんですね。だけど、暑い時とか体調悪い時とかにところてん食べてると鼻血が出る人なんだなと、そう自分のことを思ったのね。で別にそれは家族には誰も言わず、ずっと過ごしていて、また家でね、ところてんが夏とかに出るわけですよ、食べると。食後のデザートとか、3時のデザート、ね、3時のおやつとか、うちの家庭はあんまりところてん食べるような家庭じゃなかったんですけども、まあ1年に1回とか2回ぐらいはね食べてたと。でそう食べるときに、あ、鼻血出ちゃうんだなと思って、でもまあ死ぬようなね、出血じゃないから、それ覚悟で食べようと思って、で食べてたら鼻血出ないんですね。一回鼻血を出して、それ以降全く出ないんです。でそれ以降大人になるまでところてんね、何十回で食べますけども、一回も鼻血が出たことないっていうね。だから子供の頃にところてんはね、食べると鼻血が出ることもあると、だから気をつけて食べようみたいな、それ分かってればね、鼻血が出るかもしれんって分かってれば、ちゃんと家で食べるとかね、ちゃんとティッシュを用意して食べるとかで対処できるんだけども、それ以降全く鼻血が出てないという、というかね、私はあんま鼻血出ないんですね、そもそもが。子供の頃はね、年に1回あるかないかぐらいでしたね。もう大人になってからは10年に1回あるかないか、そんなもんと思います。ほんと5年に1回も鼻血出てないっていうね。私はあんまり鼻血出ない人なんですね。まあ確かにどっかぶつけたとかね、転んでなんか鼻ぶつけたとか、それはね、出るかもしれない。であんまり大人になると転ばないし、どっか派手にぶつけるってこともないですし、あとすっごい暑かったり寒かったりしても別に鼻血は出ないわけですよね。お風呂でのぼせてもあんまり鼻血出ないし、あんまりってのは子供の時に1回2回出ただけで、
だからあの時のところてんは要注意だよだぞっていういらぬ心配、あれはもう完全に解消されてますし、なぜあの時ねところてんのせいにしたのかわからない、あの暑かったから、単純に暑かったから、夏でね暑かったからっていうのが正解だと思うんだけど、はい、まあそんな思い出がねあります。